マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤すみかです。あなたはダイエット中、どんなデザート召し上がっていらっしゃいますか？そもそも、ダイエット中だからデザートなんて無理無理、我慢してるなんてことないですか？でも、我慢のしすぎは、ストレスが溜まってしまって、かえって太りやすくなってしまいます。また、デザート食べてる時間ってもう幸せって思いませんか？そこで、今回この動画では、マイナス10キロ痩せてリバウンドなしの私がおすすめする、ダイエット中でも美味しく食べながら健康的で綺麗に痩せることができるデザートレシピお話しします。今回のテーマはこちらです。痩せる最強の神デザートお伝えします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこのデザートで痩せることができるのでしょうか。その痩せるポイントと2つ目、材料4つだけ痩せる神デザートの美味しいレシピご紹介します。では1つ目の項目です。なぜこのレシピで痩せることができるのということで、痩せるポイント3つお伝えしますね。まず1つ目は、このデザートを召し上がっていただきますと、あなたの腸内環境がね、ピッカピカ綺麗になりますよ。特に女性におすすめの食材を今回使っています。やっぱりね、どんなに頑張っても腸内が汚れてる方っていうのはもう絶対に健康にもなれませんし、そもそも痩せても待っているのはリバウンドです。しっかりと腸内細菌の種類を増やしてバランスを整えて、常にね、その素晴らしい黄金比率ですよ。痩せる菌と太る菌と中間の菌ともありますけれども、やっぱりバランスがすごく大事です。そこをしっかりとね、このデザートで整えていきましょうということで、後ほど詳しくお伝えしますね。2つ目です。こちら、デトックス効果が高いです。これも大事ですね。どんなにいいものを食べたとしても、悪いものが溜まってる方っていうのはね、吸収できません。順番は大掃除をした後に綺麗なものを置くみたいな、そういう環境を作ってあげましょう。ですから、まずは腸内の汚れを全部出して、そこから美味しい善玉菌が増える、痩せ菌が増えるものをしっかりと入れてあげて、もう入れ替えですね、ごそっと入れ替えしていきましょうということです。3つ目、代謝が上がります。これ大事ですよね。とにかく、まあ誰でもそうです。年齢を重ねるとね、代謝って落ちていきますよ。これ仕方がないけれども、なんとかですね、やっぱり工夫をすることで代謝って上げることができますよね。まあ、いろんな方法があります。運動もそう、内臓を休めてあげるのもそう。ただ食事でも代謝ってアップすることができますから、もうぜひこの力も借りていきましょうね。ではここから2つ目の項目です。ダイエットにおすすめの痩せる神デザートレシピということで、材料が持つそれぞれの痩せる効果と、材料、作り方、痩せる食べ方注意点、この順でお伝えしますね。まず1つ目の材料はこちら、バナナになります。もうバナナといえばね、もうデトックスのフルーツです。もうお腹がね、すっきりデトックスですよ。腸内環境を整える食物繊維が豊富で、また太るもと、血糖値の急上昇もぐっと抑えて実はね、くれるのがこのバナナになります。イコール脂肪を溜め込みにくくしてくれるフルーツなんですね。そしてね、オリゴ糖も入ってます。で、このオリゴ糖も腸内環境を整えるためにとっても必要な材料となります。そして便秘改善すると大掃除ということですっきりします。で、ここでもっとポイントがあります。どうせバナナを使うならですね、選び方があります。それがグリーンの状態のバナナ、青いバナナですね。まあ、ちょっとね、硬めですけれども、そのあたりはちょっと上手に加減していただきたいんですが、要は熟したバナナを召し上がるよりも、青々とした状態のグリーンバナナの方が食物繊維がですね、違うんですよね。レジスタントスターチというのがたくさん含まれているのがグリーンの方なんです。そうすることで、お腹すっきりの救世主と呼ばれているぐらい、このレジスタントスターチを取った方がもうお腹の大掃除ができちゃうということで、ぜひ材料を選ぶときに、グリーンの青みがかった方のバナナの状態で使いましょう。では2つ目の材料はこちら、無調整豆乳を使っていきます。もう豆乳、もうこれ本当におすすめ。特に女性の方、
ダイエット健康にはもう豆乳ですよ。なぜかというとこちら腸内環境が整いますし、太るもと血糖値の急上昇も抑えてくれます。そしてね、脂肪の蓄積を抑えてくれるサポニンっていうのも入ってるんですよね。これ絶対飲んだ方がいいです。そしてコレステロールがそもそもゼロの飲み物が豆乳ですよ。また食物繊維が豊富、結果便秘解消、代謝も上がります。やっぱりね、臓器が元気じゃないと代謝って上がらないんですね。しっかりとここで底上げしていきましょう。でまた高タンパク質です。食欲はですね、タンパク質がある程度摂取できないと収まらないように、私たちって体の仕組み上そうなってます。なのでお野菜ばっかり食べたとしてもお腹が満腹にならないんですね。結局後が食べちゃうとかないですか。ですから痩せたいのならしっかりとタンパク質を摂っていきましょうね。そしてその結果食欲は抑えることができて、しかもね、大豆もねオリゴ糖が入ってますね。これも腸内環境を整えてくれます。またイソフラボンが豊富、これがすごく大事。女性にとって女性ホルモンのバランスってすごく大事なんですね。そのバランスが崩れちゃうと太るわけです。ですからここでしっかりと女性ホルモンに似た働きをしてくれるイソフラボンを取ることで、そこからもねしっかりホルモンバランスも整えることができるということです。では材料の3つ目は小豆になります。小豆もすごいんですよ。ダイエット効果見ていきましょう。こちら食物繊維が豊富なので便秘改善、お腹すっきりデトックス、そして炭水化物、要は糖質の代謝を上げてくれる優れものになります。またね、脂肪の蓄積も抑えてくれますし、むくみの改善にとても効果があるのが小豆になるんです。さあそして最後の材料4つ目はナッツになります。こちらはね、ナッツ類はやっぱ低糖質なんですね。太りにくいんです。まあ、ろ過ぼ食品ですよね、よくある。また脂肪燃焼効果があるので代謝もアップ。嬉しいのが悪玉コレステロールを、ね、減らす効果もありますし、なんといってもね、栄養価が高い。痩せるには栄養不足だとダメです。もうこれは絶対痩せることができません。痩せるホルモンのね、材料がないからです。ですからしっかりとこういったナッツ類を召し上がっていただくことで栄養も取っていきましょう。ではここから材料、作り方、痩せる食べ方、注意点の順番でお話ししていきます。今回お伝えしたいのはこちら、腸活チェということで、皆さんチェってご存知ですか。ベトナムでよく食べられるスイーツなんですけれども、例えて言うなら日本で言うとお汁粉とかぜんざいのようなデザートがあるんですよね。ご存知の方もいらっしゃると思うんですが、もう私もね大好きです。で、冷たいのと温かいのあるんですが、私はダイエットと腸活の観点から皆様にはホットのレシピをご準備しました。冷たいとねお腹冷えちゃう、イコール腸が冷えると代謝が下がって太るという、そういったデザートになってしまいますからね、ホットで召し上がってください。で、このチェはですね、ベトナムではベースはココナッツミルクを使ったりするんですが、私は腸活の観点から先ほどお伝えしたココナッツミルクの代わりに無調整豆乳を使っていきたいと思います。材料、1人から2人分分けてその時のお好みで調整しましょうね。美味しいので食べ過ぎは NG ですね。では1つ目、バナナグリーンタイプを1本、無調整豆乳、できれば国産大豆のものです、 250ml。 ゆで小豆適量、素焼きのナッツ適量で、ゆで小豆も素焼きナッツも無添加で、特にゆで小豆はもちろん手作りのものがおすすめになりますし、まあ、材料も本当に添加物がないものを選びましょうね。ナッツも余計なオイルコーティングとか食塩とかが入っていない無添加の素焼きのナッツ、私でしたらそうですね、アーモンドとかクルミとかカシューナッツのようなこうミックスの素焼きナッツをよく選びます。ではここから作り方です。1つ目、グリーンバナナ潰してください。フォークの裏とかでね、スプーンでも何でもいいです。ご自分のお好みの硬さに潰していただきます。でそれをね小鍋に入れて、そこに無調整豆乳を入れて弱火でねちょっと温めていきましょう。2つ目です。こちら
その温めたねこの丸いちを器に注いでいただいて、そこにゆで小豆をトッピングします。でこれもね何枚もかけてしまうともちろん食べ過ぎですから、まあ大体ですね適量だと大さじ1ぐらいまでがいいと思いますよ。そして3番目です。そこに粗く刻んだその素焼きのナッツをですね、まあ、そのままでもトッピングでもいいんですけれども、まあ、見た目とか、まあ、食べやすさ考えますとちょっと粗く包丁で刻んでいただいたナッツをパラパラっと散らすと、もうあっという間に完成です。ではここから痩せる食べ方注意点ですね、まあ、重複しますけれども、ポイントは温かいというのがベースですよ。豆乳はぜひ冷たいまんま召し上がるのではなくて、必ずホットにしてから召し上がってくださいね。あとは材料も大事でしたね。無添加のものです。良質のいいものを選んで召し上がってください。で1日にねもちろんこの量が、まあ、最高1杯まで、もしくは先ほど材料の2分の1ですね、2日に分けて召し上がってもいいと思います。さあいかがだったでしょうか。今回は私がマイナス10キロ痩せてリバウンドなしのお気に入りの温かいアジアのねチェというデザートを腸活風にアレンジしてお伝えしました。もうめちゃくちゃ美味しいので食べ過ぎには注意してください。でまたバナナが甘いのを選んだ方は小豆なくてもいいかもしれません。そのあたりはご自分でアレンジして美味しく召し上がってください。よろしかったら食べたご感想もお待ちしています。この動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、またコメントもとても励みになっております。お待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。